クリスマスローズ大好き、野々口実の園芸ノート。皆様こんにちは。クリスマスローズ大好き、野々口実の園芸ノートです。今日は9月の18日です。9月に入り、東京では夜間の気温は少しずつ下がってきてはいますが、まだまだ日中は真夏日の日も多く続きます。しかし次第に気温も下がってきそうなので、今回は根腐れした株が再生できるかについてお話しします。まずは結論を申し上げますと、完全に根腐れした株は再生できません。そこでこの根腐れした株について根の状態を確認してみましょう。はい、まあ、こういった完全に枯れた葉っぱありますね。はい、これですね。こういったものは切っちゃいます。これもですね、これあたりは完全にもう枯れてますね。根の状態を見る前にちょっと触ってみますと、結構もうここがもう完全にダメですね。わかりますでしょうか。はい、こんな感じで根腐れしています。このような形で完全に根腐れしています。この辺は完全に根腐れしてます。もうぐちゃぐちゃですね。ただしこちらの方の株ですね、根腐れしてる部分を取り除いてみると、このようにですね、完全にこの根腐れしてこう短く寸断されているような根の状態になっていますが、まだちょっと綺麗な部分も残っているので、うまくすれば再生できるかもしれませんね。このように生きている部分に関しては植え直してみます。まあ、その根鉢の大きさに合わせて小さめにすることもありますけれども、植え付けして、再生を図るということにします。はい、まだ生きてますね。白っぽい根が出てます。一応鉢はですね、同じ鉢、大きさの鉢を使います。6号の、根張り鉢ですね。まあ、培養土、排水性の良い培養土を使ってます。まあ、赤玉の、硬質の赤玉土とか、日向土とか、あとまあ、馬糞堆肥も入ってますけれども、まあ、あと炭ですね。それと、ゼオライト。おすすめのゼオライトを、まあ、通常は 10% ぐらいと言ってるんですけども、まあ、それ以上にちょっと加えて、ゼオライトリッチな培養土にしてます。この辺の細かいやつがそうですね、ゼオライトです。それと鉢底にですね、まあ、本来スリットの場合は鉢底試合使わないんですが、このゼオライトの
大粒ですね。これをちょっとパラッと撒いてください。はい、こんな感じですね。パラッと撒きました。根腐れ防止等に効果があるかと思います。培養土これ入れますね。培養土、通常はまあ3分の1ぐらい入れて植え付けるんですけども、根鉢は傷んでるんで少し3分の2ぐらいも入れちゃってから、植え付けるということにします。はい、繰り返しになりますけれども、まあ、ゼオライトの再利用を多めに加えた培養土を用いて植え付けを行いました。で、まあ、これだけではなくてですね、さらに、はい、この上にですね、ゼオライトの大粒をうっすらと乗せてあげます。まあ、除湿の効果もあるので、非常に根腐れ防止とともにですね、除湿の効果も期待できます。はい、こんな感じですね。こういった形になります。で、とりあえずは施肥を行わないでください。まだ9月中なので暑いです。施肥は行わずに、あの水やり代わりですね、活力剤、を与えてください。この状態で、まあ、活力剤を与えて木陰で管理してください。とりあえず直射日光の当たらない木陰で管理してください。10月に入ってまだこのような状態をキープして枯れてくるようなことがないようでしたらば、植物が元気な状態であるならばですね、まずは薄めの液肥、通常まあ1000倍とか言われるものでしたら2000倍ぐらいですね、2000から3000倍と薄めにしてから与え始めて、でその後1週間ぐらい置いてから、まあ、お聞きを始めるというような施肥の仕方をしてください。慌てて暑いタイミングで施肥を行わないようにしてくださいね。水やりについては、まあ、鉢土が湿っていたら与えないというようにしてください。また大雨が当たらないように気をつけてください。まあ、弱っている状態でまだ土に湿気が残っている状態なのに雨が当たると、せっかく頑張ろうとしているところですね、根腐れを起こしてしまうので気をつけてください。もちろんできるだけ風通しの良いところですね、木陰といっても、よく木陰日陰っていうと、風通しが悪いようなところも多々あるので、まあ、風通しの良い木陰で養生してください。まあ、うまくすればですね、まあ、ここまで傷んでしまうとどうか分かりませんけども、50% の確率で再生してくれるかと思いますので、とりあえず皆さんもチャレンジしてくださいね。しかし、たとえ再生しても開花するまでには、まあ、2年生内の少年以上ですね、やっぱり年月がかかることが予想されます。まあ、気長に、お待ちいただくしかないかと思います。今回の動画はいかがでしたか。根腐れしても生き残っている部分があれば再生にチャレンジしてみましょう。大好きなクリスマスローズを大切に育ててください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。クリスマスローズ大好き野々口実の園芸ノート、皆さん励みになりますのでチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。